他では聞けない美容医療の悩み相談、ドレクエ広場スペシャル。街の人に美容の疑問についてインタビュー、実際に知りたい疑問を専門家に答えてもらいます。今回はセレブが集まる街、銀座。どんな疑問が出てきたのでしょうか。まずはウェブデザイナーの土屋直子さん、50歳。愛犬のおしゃれな服装は？ネットで買ったんですけど、普段は私の母が全部手作りで、はい、土屋さんは愛犬とよく銀座に来るそう。今日はネイル。ネイル、はい。この日はネイルのお手入れ2時間かけたそうです。そんな土屋さんが今美容で気になることが。美白とかやっぱりシミ肌が弱いので、化粧品は敏感肌用のものを、洗剤とかもみんなそういうの使ってるぐらいで、はい。続いてはモデルのようにポーズを決めてくれた木南直子さん、40歳。普段美容で心がけていることが。お気に入りの入浴剤を入れて、雑誌とか本とか飲み物とかいっぱい持って入ると、はい、1時間ぐらいじゃないですかね。1時間の入浴、そしてこの時期気になることが。乾燥がもう気になる。だいたい持って歩いてるのは薬用リップとミスト、化粧水のミスト。なんか乾燥を防げるんで。あ、なるほど。あ、結構シュッシュッシュッと。そのままで。そんな中出会った主婦の西川聖子さん。以前は商品カタログのモデルなどをしていたそう。どんなことに気をつけているのでしょうか。意識していることはやはり私自身肌が弱いので、こすらない、摩擦を少なくする美容法というのと、目元がどうしても乾燥しがちなので目元にしっかり美容液をつけること。どのくらいの時間をかけているのでしょうか。子供と一緒にお風呂入って上がってから起きてる時にしてしまうので、本当に5分ぐらいですかね。で、土日だと主人が子供をお風呂入れてくれるので、一人でゆっくり入った後に美容器具を使ってやるっていう形ですね。美容器具を使っているそうですが、一体どんなものなのでしょうか。パナソニックビューティーさんが出してる黒のブースターマスクって言って、ちょっとお値段張るんですが、そちら4万円プラス税ですね。4万円もする美容器具とはどんなものなのか。なんとご自宅に伺わせてもらうことになりました。お住まいは豊洲にあるタワーマンション。間取りは 2LDK。 夫の広隆さんと1歳の広臣くんと3人暮らしです。お気に入りの美容器具がこちら。一体どのように使うのでしょうか。簡単です。真ん中を取れますね。で、こちらを本当にこんな感じ、ちょっと軽く切っていただいて、本当こんな感じです、はい、で、こちらにこう入れていただいて、同じですよ、ね、簡単なんです。このようにマスクの中のパーツを軽く濡らして取り付けます。簡単ですよね。ビビッと変わりました。ちょっと点灯に変わりますね。あ、はいはい、でこちらをですね、ちょっと今私立ってるんですが、こちらをポンと乗せるだけ。このように温まったら、このマスクを顔に乗せるだけ。普段は寝ながら10分間行うそうです。どん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 暖かくなるんで、すごい気持ちいいです。こちらのマスク、5000人の顔データを収集し、日本人女性に最適な顔サイズになっているのだそうです。さらに西川さん、他にもお気に入りがあるそうです。 MDMA スキンといいまして、はい、名の通りマドンナが開発したクレーマスク。クレーなんで泥ですね。あのマドンナプロデュースの泥パック、お値段62,640円。こちらが磁石になっていて、離すだけでクレーがこっちにくっついていくんですね。なので擦らないで乗せたマスクをきれいに取れると。
なので摩擦フリー。その他にも炭酸ミストやリップケアなどの美容器具を使用し美を追求する西川さん、彼女が今気になっていることとは。脂肪吸引ですと何度もこう針を刺してるので終わった後ですよね、皮膚がデコボコにならないかっていうのが心配ですね。ということで瑞穂クリニックの小松先生に伺いました。可能性はあります。しかし熟練した美容外科医が行う限りはまずないことかと思います。熟練の先生を見分けるにはホームページなどで認定専門医であることを確認するといいそうです。ではデコボコしない施術法とは。複数の箇所に穴を開けてそこから吸引管を入れて、吸引のラインをクロスさせるようにして吸引することで滑らかな皮膚面に仕上げること、均一に脂肪を取ることが可能です。脂肪を一方から吸引するのではなく交互にクロスさせることで滑らかな仕上がりになるといいます。では脂肪吸引には腫れや痛みはあるのでしょうか。腫れとか内出血が引くのに 2,3 週間を要します。筋肉痛のような痛みが、若干出るんですけれども、それが引くのにやはり 2,3 週間、そして、最終的な脂肪吸引の結果が出るまでは1ヶ月から3ヶ月ぐらいを要します。術後の痛みはあるものの1ヶ月から3ヶ月で結果が出るそうです。ここでオンエア未公開、皮膚のデコボコってできやすい場所はあるんでしょうか。あります。例えば太ももの、内側ですとか、お尻と太ももの境界ですとか皮膚の薄い場所というのは無理に浅いところの脂肪を取ろうとするとデコボコが出る可能性はありますけども、それもテクニックによるもので、うまくやると出づらいかと思います。小松先生ありがとうございました。こんなに口コミあるの参考になりますね。人気のクリニックが一目でわかるからいいですね。いい方法が見つけやすいんですね。お母さんやってみたら先生に相談できるんですか。それは心強いですね。月間100万人以上が利用している美容医療系ポータルサイト、気になる美容医療は口コミ広場にお任せ。